じゃあ続いて行きますか。続いて逆さまのデオ2時3時に居座る引きこもりギルザレン賛成だ。どうもです、ギルザレンさん。なんかプッシュって音聞こえたんですけど、いやちょっとね、なんですか、飲まなきゃやってらんないってことで、ちょっとなんでちょっと、はい、すいませんね、ちょっと、あ、いや、急に来ていただいてありがとうございます。いやいや、どんどん、はじめましてですね。はじめまして、よろしくお願いします。ギルザレンです。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、いや、そちらこそよろしく、はい、早速、じゃあ始めさせていただいて、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあスタートで、はい、はい、配信を全くしてないわけなんですけども、あー、なるほど、そうですね、はい、なんか2時3時にいる意味あるみたいなことを言われてるんです。はい、そういった趣でしたか。ちょっとヴァンパイア、ちょっと今大人の人がいないのでよくわからないんですけれども、あ、でもあれですよね、シーナさんも2時3時レジスタンスとかやってらっしゃるわりには、割とその辺中途半端なんじゃないかなってヴァンパイア思っててですね。いや、なんかゴミ拾いとか生優しいこと言ってますけど、でレジスタンスって名乗るんだらですね、やっぱりちょっとはね、やっぱりそのゲリラ配信とかをね、もうちょっと徹底するとか一貫性があった方がいいのかなって、やっぱあれじゃないですか、ライブアップ客商売じゃないですか。商売だからこそね、やっぱりそこはね、やっぱやってほしいな、そういう一貫性っていう尖った、やっぱさ2時3時って言うんですから、そこは尖ったね、やり方でやっていただきたいですね。レジスタンスはちょっと、愛される感じで、あー、そういうのいらないんですよね、やっぱり、ね、2時3時っていうのはもう先鋭、もう尖って、もうね、みんながみんなもう切磋琢磨してね、このもう無頼の感じでいきたいんですよね、コンセプトとしては。いや、でもあれですよ、月1回も配信やってないと、はい、スタッフさんに嫌われちゃいますよ、ちょっと2時3時スタッフと今ヴァンパイア連絡取ってないんですよね、ちょっとね、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと大人の人はいないので、ちょっとヴァンパイア、よくわかんないんですけど、その辺は、はい、一番やばいですね。あ、そうですね、連絡無視ですか。一番レジスタンスそうだよ、当たり前じゃないか、レジスタンスぞ、あれ、うん、いる意味あります、2時3時に、なんかなるほど、ね、そういった、あ、なるほどね、そういう見方もあるよね、はい、でも逆に考えてほしいんだけどさ、ヴァ、はい、ンパイアがいなくなってごらんよ、みんながみんなさ、同じ時間に配信をしてたよ、はい、今日は疲れたな、あ、でも今日も配信しなきゃってなった時にあ、でも今日は語り部さんもギルザレンさんも配信休みだし、いっかっていうのがなくなっちゃうんだよ、いいのかい、それでもダメですね、しんどいなってね、なっちゃうよ、でしょ、だからだよ、ヴァンパイアがやらないよ、心痛めてるんだ、ヴァンパイアも毎日満月なのに配信できないの、はあ、今日も配信したいけど、あ、今日も誰かのために今日はちょっと休もうかな、お腹もちょっと調子悪いし、あー、やめようかな今日はみたいなとこあるからね、毎日思ってるんですか、そうだよ、そうなんだよ、ヴァンパイア本当は申し訳ないと思ってるんだよね、確かに、そうだから仕方なくみんなの配信を見てね、あ、今日はアンチがいないかな、スパナで倒さないとなとか思って毎日ガードマンをやってるんだよね、2時3時のね、そうですね、ガードマンいましたね、結構そうなんだよ、スパナ振り回してるとこ、うん、いやもうね、任せたまえ、ヴァンパイア、そのために2時3時にいるとも過言ではないんだよね、うん、勝てない、すいません、じゃあ自己紹介だけお願いしてもよろしいでしょうか。え、これバン、え、ちょっと、あ、ゆうき、あ、待って、ちょっと、牙入ってないんだ、全然、あ、牙大丈夫です、全然、ゆっくりで、オフだから、あ、オフ、すいません、ちょっと、うん、ゆっくりで大丈夫です、牙の生やし方は、あ、さて、こんないきなり朝だったんで。ほら、なんか反応して。あ、おい、え、お前ですか、ここのすか。ガチっすか、これ。悠久の時を生きる高貴なるヴァンパイア一族が名門。ギルザレン家が源頭主。ほら、拍手。ギルザレン三世である。なんとギルザレン様お越しいただきました、ありがとうございます。そういうんじゃないよ、そういうんじゃない、そうです、いやいや、初めましてだよ、初めましてなんだから、本当にそうなんですよ、喋ったことない方とも、せっかく、そうだっけ、いや、そうなんですよ、ちょっとお話ししてみたいなってめちゃくちゃ思ってて、裏ではね、ヴァンパイアたちほらいろいろやってるよね、スリザリオとか一緒にさ、よくやってたじゃん、はいはい、ね、スリトモじゃん、我々、そうっすね、やってましたっけ、でもじゃあ配信ね、そうっすね、絡む機会じゃなかったのかなみたいな、名前仲間になるからとかって、ちなみになんてお呼びするのが一番良かった、いつもの通りでいいよ、いつもの通りですか、さ、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ギルかな、いや、ギルザレン
ザレン、ザレン気安く何気安く、あ、すいません、あ、ほんとにほんとだぞ、このすいません、もう教えせよ、ちょっとブレーをいただきまして、どうした、ミッドナイト、キングの雨だか知らねえがよ、何なんだ、まったくミッドナイトがほんとに悪くて文句言ってきやさい、あいつらに言っといて、それは、うん、お願いね、失礼いたしました、ちょっとせっかくなんで、そのギル様のお話なんかできたらなって思うそうなのですけど、いいよいいよ、あ、この際だからね、何でもいいな、それは先輩として何でも聞いてあげるよ、あ、嬉しいです、ギル様って普段配信とかって、うん、なんかなんで どんなタイミングとか時にうわってなんかやる、あ、ごめん、キャッチ入った、キャッチ入った、ごめん、すいません、ね、これはダメ、この質問閉まって、すいません、この質問ダメでしたね、すいませんでした、大丈夫、すいません、ヒロとかじゃなかったそれ、え、前の誕生日あれ、ダメ、なんか言ってなかったっけ、おめでとうって言っていただければいいかなと思ってこのように逆突させていただいてるんですけど、あ、そうなのかい、ちょ、冷蔵庫見てみるね、冷蔵庫、あ、何があるかな、ケーキとかあるかな、あ、VB ガンじゃん、あ、さすがだな、夕日くさすがだな、じゃあちょっといただこうかな、駆けつけ一杯、え、ギル様が飲むんですか、ギル様、あ、美味しいな、あ、いいね、あ、ゆひこ飲むかい、あ、ごめん、ラス1だったわ、あとで買ってくるね、ヴァンパイアマートです、それは、ギル様、え、煽りに来たんですか、ここに、疲れてるじゃないですかそんなことないよ、それ大地眷属のゆひくんの誕生日だって聞いて、何が欲しいんだい、今年は、うん、何が欲しいんだい、土地かい、奴隷が欲しいのかい、何でも買ってあげるよ、うん、おじいちゃんだ、おー2年目でミュート、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる、今日はね、ありがとうみんな、じゃあ解散ってことね、お疲れ様でした、あとは流れ解散で、また、シャボンティショットで、あれ、もう終わったんじゃないの、ね、じいじ声ちっちゃい、確かに、いや本当に声ちっちゃいよ、うん、いやスカイプでかけてよ、じゃあむしろね、もう誰もスカイプやってないよスカイプでかけなかった今日、おかしいだろ、バチ切れじゃないですか、あ、もうというわけでね、え、はい、なんで、ん、何、どうぞ、何、ちょっといっぱいいるからさ、テレビで喋ってくれるか、寝起きなんだこっちだよ、寝起きでさらに機嫌が悪い、本物の攻撃なんだからさ、寝起きって言う、寝起きじゃないだろう、で自己紹介しようか、はい、あ、してなかった、確かに、うん、多分してないよ、みんなね、うん、おはにゃん、ふみなたまきでーす、どうもルル、にゃーにゃにゃにゃ、ふみなたまきでーす、にわかえよりろわしがもしもし、え、ちょっと待って、え、じいじ、音がちっちゃ、すっげえ遠い、嵐の中にいるの？え、なに？え？あ、じいじ、逆突しに来た。死ぬ前なのかな、これ、もしかして死に際、本当に彼方に聞こえるんだけど もうちょい音量上げられたりする？今日じいじにありがとうって気持ちを伝えに来たんだけど、いつもおかけの時とかサポートいっぱいしてくれてありがとね。じいじと一緒の同期になれて嬉しかったよ。じいじ、生きて帰ってきてね。うん、じゃあまたね。